ヤンモの呼吸、一の方、一の方、あちあちあち、アクアパッツァ、アクアパッツァ。どう、これ人気でんじゃん、いけんじゃんこれ。はい、どうも。スプラトゥーンのキャラクターいるじゃないですか。それがちょっとなんかナイスを押した時とかに、まめみって言うと思うんですけど、ちょっとね、こんなコメントがあったんですよ。まあこのコメントはね、スプラ1の動画についたやつなんで、まあチートの嵐だっていう話はまあ別に置いといて、パンデンピっていう、あ、まんめんみじゃないんやと思って。いや、今まで私ですね、まんめんみに囚われすぎていたんじゃないかと思って。まあ確かに、パンデンピの方が、なんかこう、うまく表してるなと。ちょっと思いましてですね。ちょっとこのチャンネルではもう、まんめんみではなく、パンデンピでいこうと思います。はい、ヤンモと申します。毎度おきに。本日はですね、4人のリーグマッチでこんな検証やってみました。それは、矢倉上にトーピードを4個同時に投げたら、100% 防衛できる説。まあ、矢倉の防衛って、まあ、相手が攻めてきてるわけなんで、まあ、矢倉上にはね、まあ、1人か2人か、まあ、敵がいるかなと思うんですけど、そこに対してですね、トーピードを4人同時に投げたら、まあ、相手はね、避けきれずに、倒されてしまってですね、まあ、ほぼ 100%、防衛できるんじゃないか、っていうのが今回の説になってます。はい。で、まあ、今回ですね、トーピードだけじゃなくて、まあ、一番最初にトーピードやるんですけど、その次にですね、吸盤ボム、次スプラッシュボム、クイックボム、ロボットボム、最後スプリンクラーっていう、まあ、ちょっと最後ネタ枠なんですけど、まあ、これ順番に、合計6個ですね、防衛時に同時に投げていこうかなっていうところですね。はい、それではですね、一番最初トーピードからご覧ください。どうぞ。はい、ということで、今回はですね、矢倉上にトーピードを4個同時に投げたら 100% 防衛できる説っていうのを検証していこうかなと思います。はい、もちろんね、味方全員、トーピードの武器というところで、まあ、今回ね、トーピードだけじゃなくて、まあ、他の武器というか他のサブかな、もうやっていこうかなというところで、まあ、ちょっと冒頭で説明してるかなと思うんですけど、まあまあ普通にまず戦って防衛の場面を迎えていこうっていう感じですかね。はい、あ、一回後ろ下がって避けて、一回避けて一回喋れる。はい、こっちにいるけど、だいだい、みんな生き残ってない、生き残ってない、よし。オッケー、行くよ。せーの、はい。あ、ちょっと待って。ちょ、俺の飛びでやねやった。もう一回行くよ。せーの、はい。あ、赤3人だったら、赤3人だったら、違う。俺の飛びで屋根に当たったんやけど、話が違うやん、それは。あんな、ここに当たると思わんくね。うん。ちょっと想定外すぎたね。予想外でーすやろ、みんなしてる。振るない、何年前なのあの CM。 いける、みんな行くよ、せーの、はい、あ、いや、4個いった。あれ。全然止まってない。あれ全然止まってないねんけど、あれ敵アーマーつけたらあんま意味ないこれ。あれ、はい、ということで、ちょっと、はい、この試合なかったことにします。はい、今回はですね、矢倉の上にトーピードを4個同時に投げたら、100% 防衛できる説っていうのやっていこうかなと思います。はい、これ2回目です。はい、すいません、白状します。ということでやりましょう。はいはい、機会もないまま終わりました。いける、いくよ、せーの、はい、どう、あ、矢倉上死んでるな。ちょっと待って。私が死んでしまったことにより、非常にカメラアングルが悪かったんですよね。うん。多分できた。おそらくできたんやけど、取れたことしては良くない。ちょっと待って、この一人倒します。いくよ。せーの、はい。はぁ、あ。違う。もう一回。次の関門。いくよ。せーの、はい。ほう。わーお。あ、めちゃくちゃ綺麗にできたわ。これやな。よし。できた。ビストロスマップみたいなのあったやん。はい、次はですね、吸盤ボムですね。吸盤ボムを、トビトと同じようにボイジに投げてみたら、まあ倒せるんじゃないか。ね、まあ、非常に吸盤ボムの投げる位置が大事なんじゃないかという説はあるんですけれどもね。はい、一回やり過ごして、一回しゃべる。あ、オッケー。いくよ。みんな、せーの、はい。あ、まあ、降りるよね。ちょ、もう一回決まないよ。いくよ。せーの、はい。あ、みんな。
あーすごい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 。あ、いいね、いいよ。はい、ここも防衛します。はい、無理です。はい、防衛できませんね。はいはい、次はですねスプラッシュボムでやってみようと思います。はい、もう途中までカットします。オッケー、おっしゃ、いくぞ、せーの、はい、おお、どやどやどや、おお、ああダメやダメや、なんか一人一人一人死んだ。あかん、負けた。あかん、これあれやわ、滑り落ちるっていうね、矢倉から。まあ非常にテクニックが要求される。まあだからめちゃくちゃ上手い人4人やったらもしかしたらうまくいくかもしれんな。まあけどお手軽さはちょっとない感じやこれ。はい、次はですね、クイックボムでやっていこうと思います。たくさんね投げたいというところで私は3発投げれるギアできました。はい、あ、いる、なんかいる、なんかいる、なんかいる。びっくりした。さあ行くよみんな、せーの、はいはいはい、おおあ、これ割と強いね。うん。ただこんなみんながどっしり構えながら食い棒のたくさん投げれる状況って、まあ普通にメインとかでも止められるよねっていう。まあそう言ったらあかん、これ絶対言ったらあかん、うん、これ絶対カットするから、この動画でこんなこと言ったらあかんねんから、こんな企画で。はい、次はですねロボットボムでやっていこうかなと思います。はい、例のごとくカットします。なんか来てる。あ、降りた降りた。あ、降りた降りた。あ、いける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 せーの。はい。どう、はい、ロボム、ロボム、はい、ロボムが、やぶらめに。あ、降りた降りた。ちょ、もう一回もう一回連続で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 いこう。オッケー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 。いけいけ、一人やった一人やった一人やってる。オッケーオッケーオッケー。オッケー、みんないけいけ。ロボムで、あ、オッケーオッケー、もっと投げろ投げろ投げろ。投げろ。ロボムで、ロボム、ひたすらロボム、やぶらめに、やぶらめにロボム投げろ。あ、これロボム消される。ちょっと待って。あ、けど一人やった一人やった。ナイスナイスナイス。オッケー。あ、防衛できる防衛できるやん、これ。よっしゃ。オーケー。まあ、非常に地味でしたけど、防衛できましたね。はい。はい、ということで、ラストはね、なんとスプリンクラーでやってみようという。だから、まあ、前にもあったんですよ。こういうね、こう順番にこう試していくやつ、あったんですけど、まあ、これ最後スプリンクラーやるのはお決まりでして、こうどうしてもやりたいと。うん、で、まあ、スプリンクラーの回ってるんでね、その回転で、ヤグラ上の、敵をですね、ねじ切っていこうという。うん、という作戦です。 OK、 これちょっと防衛ちゃう防衛ちゃう。さあみんな準備準備 OK 準備 OK OK、 いくよいくよ、せーの、はい。あれ投げた俺には、全員がスプリンクラーを投げたように見えた。うん、俺にはスプリンクラーを全員が投げたように見えたよ。うん、なんかなかったことになってたけど、なんかなかったことになってない、今スプリンクラー投げたが。大丈夫大丈夫、危ない危ない、いくよいくよ、みんないける、せーの、はい。あかんわ。いや知ってたよ知ってたよ、うん、いや俺も知ってた、うん、けどやっぱりその目で確かめるまではっていうとこあるやん。はい、今回ですね、まあまあ、一番やりたかったことは、矢倉上にトーピード4個同時に投げたら 100% 防衛できる説っていうとこやったんけど、まあ、トーピード、吸盤ボム、スプラッシュボム、クイックボム、ロボットボム、スプリンクラーと試しましてですね、はい、うん、なんだろう、うん、トーピード強いっていう終わり方でいいかな。めっちゃ雑な終わり方やん。うん、許されんのかな、そんな。おー、なんか嫌だ。あつ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 、アクアパッツアクアパッツァ。でこれ絶対おまけコーナーに一つは入れないといけないっていう約束なんですよ。まあ全然そんなことないんですけど、これ倒してこれ倒してこれ倒して OK、 でこれ一回攻めてそこからの防衛しよう、うん、なんか二人死んでんねんけど今の状況で。うせやろうせやろ水産よいちょまるやな今の。おらうれ、しんどけい、うい、気持ちいいね今の、うん、超気持ちいいやろ、うん、北島康介やろみんな。じゃあこれ、じゃあ俺大体こういうのさ、こうなんか名台詞みたいな出すぎちょっと古いのよな、うん、それが悩みでもあるよね。キッズ人気と出てくるんやったらやっぱちょっと若めのとこでいかなあかんね、うん、何でいこうかな、なんか鬼滅とかかなやっぱり。
どうしよう。ヤンモの呼吸。一の方。アクアパッツァ、アクアパッツァ。どう。これ人気でんじゃん。いけんじゃんこれ。北島康介もっと前じゃん。あれ何五輪なの。アテネちゃう。アテネオリンピックやな多分。アテネで合ってんね。おもろ。あ、おもろ。やば。チャンネル登録者数今増えたわ。軽く50人は増えた今ので。いた。あれれ、おかしいぞ。1ミリも似てないコナン君。危なーい。楽しいですね、これはね、うん、これがスプラ配信の奥です。皆さん覚えてください。配信ムーブです、これが。これはね、これがエンジョイ勢と配信の大きな違いなんですよ、これが。はい、配信アタック。負けた。